おはようございます。今日は学校に行く日の GRWM を紹介していきたいと思います。まずはね、歯磨きですね。シャカシャカやってます。どこ見てるのかわかんないんですけどちょっと自分のね、顔を鏡に見つつねやってますね。ちょっと顔が面白い。まあ寝起きなのでね、顔が死んでおります。さやは制服で学校に行きます。りさはあったかいお洋服をね着てきます。スウェット系だね。蝶ネクタイをつけてますね。制服のリボンじゃないですかね。あ、そうです、そういうやつです。今からね、靴下を履くそうですね。ケロッピです。うちはさやはシンプルなの使ってます。何にね笑ってるんでしょうね。ね、じゃあね、ピンをつけてますね。今からね、スキンケアとかやってきます。はい、拭き取り洗顔。さやはね、クレンジングタオルを使ってます。りさは普通のコットンです。なんかおっさんみたいになってるさやが。まあ大きいのでね。うん、ガバッとね。うん、はい、結構ねしっかり拭いてきます。はい、朝って結構汚れてるからね。日焼け止め塗ります。お互いね、自分の肌に合ったのをね使ってますね。これはねお気に入りのやつです。さやもお気に入りのやつです。隅々までね塗ってますね。マスク焼けがねひどいからね。そう、トーンアップもするし、うんうん、いいよね。やっぱ大事。さやとりさんのね、学校ではね、無香料だと大丈夫になってます。あ、もちろんね、無香料ですね。はい、りさはクマだけとかやってるね。いや、結構全体塗ってますよ、こういうの塗ってたんだはい、そうなんだ、隅々までね。はい、なんか目に塗ってない目の下を重点的に塗ってるんですよ。ああ、そういうことか、マスクがね。コンシーラーとか使えないので。ああ、そういうことか。だそうです。次にね、イニスフリーのパウダーでね、まぁ、ちょっとサラサラめにね、しますね。ちょっとベタベタしてるとね、うん、マスクとかついちゃうので。はい。サラサラ重要ですね、やっぱ。お互いでもちょっと若干違うんじゃない？種類も。使ってる。うん、これはね、さやからもらって、使ってます。はい、まあ、ちょっとボロボロだねパフがさやの汗とかたくさんついて気にしないで汚なまあでもお下がりね、うん、使ってくれるいい妹ですね。感謝感謝、はい、じゃあピンを外して髪の毛ね、髪の毛かな、やっていきます。今同時にこっち向いた。さやはね、いつも三つ編みして行ってます。割と最近はね、最近はね、ナプラのスタイリングセラムっていうのを使ってますね。髪がすごいガサガサしてるので、まだね髪溶かしてますね。はい、結構丁寧だね。はい、何回も。最近は100均でね、こういうのを買って使ってます。こちらもナプラでございます。さあ、一回伸ばして風船的なやってます。遅れ毛を出しております。大事大事。これね、あのさやちゃんの使っております。サンキューマートでさやちゃんが募集したんですけど、櫛がないので使わせていただいてます。ありがとうございます。ポニーテール今苦戦中です。苦戦中だね顔がさ、なんか朝だからさ、うん、マジでおかしくなってる。なんだろう、朝だからだと思うんですけど、あとすっぴんだからっていうのもありますね。はい、目つきがねあんまり良くないですねすごい睨み尽くしてる。ポニーテールいい感じに、うん、完成 しましたね。さやもね、ナプラをね前髪とかにもねつけてます。やっぱまとまり感出るからね、なんか縫ってますね多分ね、これね毛先にさやポニーテールやり直してますね。あ、ピンをねつけるそうです。シースルーにするそうですね。伝わる、ジェスチャー分かりやすい。まあ、今日のね、あの仕事をしてくれるアメピンを選んでおります。はい、めっちゃ慎重に選んでるね。うん、職人技みたいな。やっぱね、長さとかも関係あるんで。あ、そうなんだ、はい、すごいっす先輩。ポニーテール結構時間かけてますね、さやみ氏は。ね、なんでこんなかけてるんだろうね。いいねいいね。うん、真顔だね。二人ともマジで真顔、鏡を見つめて。仕上げかな。ね、さや仕上げ入ってますねきっと。
リサ角度重要ですから上もね向いてね、うんねふざけてるでしょリサ絶対。さやはねアイロンで前髪もねやっていきます。軽くね、うん、学校なので、うん軽くやってますね本当に。遅れ毛もねやってます。これがちょっとウェーブ目にちょっとだけやってますね、自然にね。やっぱ女子だからね髪の毛ちゃんとやってますね、うん、超時間かかってるよ俺さほとんど髪の毛で終わってんじゃないね。動画の尺半分髪の毛みたいな。お、そしてねさやは三つ編みの部分がいつもできないのでママとかリサとかにいつもやってもらってるんですけど、今日もねリサにやってもらってます。まあ持ちがいいのでリサの三つ編みはもう三つ編み本当に自分でできないからやばいですね。いや克服しないと。自分の髪の毛を自分で三つ編みできる人そうそういないと思うよ。あ、いないのか。え、安心した。できないよ多分。そうだね、うん、よかった。そして自分のもやってますね遅れ毛隠したちょっと内巻き目にねやりすぎびっくりした今でも溶かしていい感じにしてるよ。巻きがすぐ取れちゃうんで巻きすぎでもいいかなみたいな。あーそれはあるよね、はい、登校して歩いたりとかすると、うん、さあもう自転車通学だからすごい着いた頃にはパサパサになってるんで、リサのね後ろもやってあげてます。協力戦だね。協力協力、朝は時間との対決に協力だよそれはある。やっぱ自分でね後ろは大変だからね。なんかリサ爪いじってるちょっとちょっとやっぱ朝だからさちょっと機嫌悪い、ね、朝ごはん、朝ごはん牛乳とねオートミールとチョコは、はい食べてますね。なんか粒みたいなやつですよね。粒言うな、さや戻してるしよくない、なしなしよくないけど、すいません本当に行儀悪い。リサは全部チョコワなんだけど、サヤはオートミールにちょっとチョコワを入れてね混ぜて食べてます、うん、あんまサヤチョコワが好きじゃなかったっていう NG で牛乳をね順番に注いで、はい、なんかレイ知ってるし、やっぱこう見ると姉妹なんだなと思うよねうちら。え、なんか動画だとさなんか友達みたいな感じのテンションだけど。ああ、友達みたいだね。いただきます。チョコ味か勝たん。チョコは美味しい。うん美味しいね。栄養満点。ちょっと時間も気にしつつ、うん、一口が大きいんだよねリサ昔からさ一口大きいよね。うん、もう絶対入んないのにさ、なんか見てる。なんとテッドであってほしい。何やってるんだろう、うん、ごちそうさまでした。じゃんじゃん。うちらの朝はねこんな感じで準備してます。ということでこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。行ってきます。